巻きわら巻きわらは、弓道、休日における方の稽古用の的。藁を、長手方向に、矢が突き抜けず、かつ、矢を痛めない程度の強さで束ねしかるべき、高さの台に乗せたもの。見た目は米田藁に似ているが、中身に何か入っているわけでなく、藁を必要な量束ねて、藁縄で巻き締めてあるのみである。巻き締めは相当な力で締めてあり、一度ばらせば、 人間の力で元に戻すのは難しい。薪らの直径は3 0トルから5 0トル奥行きが8 0トル程度あり、薪らの中心が片先ほどの高さに来るよう、また重量があるため専用の薪ら台に据え置く。安全のためには、薪らはある程度大きい方がよく、薪らの後ろには矢がそれた時のために畳を立てるのが好ましい。 片稽古のために、伊手の正面に大鏡を置くこともある。薪わらで行者中は、伊手より、薪わらよりへは出ない、近づかない等注意が必要である。下段のものが、薪わら用薪わらでの稽古では、専用の矢尻をつけた、通称、薪わらや、薔矢を用いる。なお、大半のものには羽もついていない。このため、坊矢とも呼ばれる。ただし、 的前用に比べて小型ではあるが羽根がついているものもある。初心者はまず肩から覚えるため、ゴム弓練習というゴムを弦に見立てた練習。実際の弓を使って、弓を引く感覚を覚えるためのすびき練習を経て、矢をつがい湯掛けを刺して、実際に矢を放つ薪原練習に入るというのが、一般的な初心者指導の過程である。薪原前では、左手方向、 約2メートル先に薪藁を見て矢を放つ。この薪藁練習で矢を放つ感覚を覚える。これを経て、ようやく的前に上がり28メートル先の的に向かった稽古ができる。薪藁3年とも言われるほどこの練習は、的前に立つ前段階で極めて重要である。初心者でなくても的前に入る前に、体を慣らすためや肩確認のために薪藁練習を行う。 体だけでなく、竹弓の場合は薪藁にかけて弓を鳴らす意味もある。一方で、薪藁者霊等、作法に則っ,った霊法、演武もあり、必ずしも練習用、初心者用に限ったものではない。ありがとうございます。